はい、どうも一分映画批評です。エンドオブステイツ11月16日見てまいりました。2013年のエンドオブホワイトハウス、2016年のエンドオブキングダム、そして今回続編のハズフォールンシリーズの、最新作エンドオブステイツということで、過去作同様にねそこそこ楽しみにしていましたが、今回もそこそこというより、今回はかなり楽しめました。誰も信じられないし誰も信じてくれないという孤立無援ものをベースに、ドローンやハッキングなどの最新技術を使った敵側の圧倒的な攻撃とか、いろいろと細かいところが工夫されたアクションとストーリー展開、しかもあんまりグロいのとかないので気軽に楽しめて、かつ終盤の緊張感は今年屈指っていうね、万人が楽しめる特に不満点のないアクション映画で、個人的には非常に満足してますが、今回はこの映画実は結構深読みができるというか、ちゃんと一貫としたテーマのあるアクション映画なんじゃないのかなと思っているので、そこら辺をお話ししていこうと思います。で、早速僕が感じたこの映画のテーマ、つながりっていうものを感じました。大統領と SP の信頼っていうのは、信頼というつながりはもちろんなんですけど、特に今回の敵はオンラインなんですよ。今回の敵の特徴はとにかくオンライン、離れた場所からインターネット経由で何でもできちゃう。もうドローンとかね、ハッキングとか監視カメラとか、とにかくオンラインを駆使して主人公を攻撃してくるっていうね、それに対して主人公はオフラインなんですよ。孤立無援で通信しようものならすぐバレちゃうし、もう自力でなんとかするしかないっていうね、もうほんとスマホ依存症の人だったら考えられないような状況に陥っちゃう。けれどそんな主人公が何を武器に戦うかっていうと、人と人とのつながりを信じて戦うんですよ。誰も信じてくれない、誰も信じられない、そんな状況で頼るのは大統領との関係、家族との関係、そして今回のマン・オブ・ザ・マッチ MVP の父親との関係っていうね、父ちゃんはね、インターネットとか電気の世界を、オンラインの世界をあっち側の世界みたいなこと言ってましたけど、今回はほぼほぼ本当に一貫してオフラインで戦ってる、お父さんのいる世界で戦ってるっていうね、だから通信機器を使えばすぐ場所がバレることも理解しながら、オンラインならばどこにいても繋がれちゃう、遠くからいろんなものを思い通りに操作できる、そういうオンラインな敵に対してもうむちゃくちゃオフラインで戦いを挑む主人公というのがものすごい熱くてね、本当にね、いろいろねあるんですよ、ツッコミどころもね。お父さんの隠れが何にもない状況で覚えてるのめちゃくちゃすごいし、っていうか、そもそも逃げてる最中最寄りの隠れ場所がお父さんの家ってすんごい偶然じゃないとか、いろいろ本当にツッコミもあるんですけど、この一貫してオフラインで戦う主人公たちバーサスオンラインの敵たちっていう構図が本当に見事でした。いろいろとね例を挙げていきますと、本当にキリがないんですけど、中盤のね、もうあそこ爆笑しましたけど、お父さんの親父さんのね、爆弾の森ですよね。おそらくね、有線の配線がつながってるだろう、監視カメラに映った敵たちに気がついて、手作りのトンネル使って抜け出して、DIY のね、AI とか電子制御のボタン制御じゃない、手で引っ張るタイプの、手で引っ張って爆破させるタイプの爆弾を使って反撃するっていう。しかもベトナム戦争の機関兵、しかも特殊部隊っていうね、何でもありの最強の設定で、オンライン側の相手にアナログの一撃を食らわすっていうのはすごくスカッとしましたよね。めちゃくちゃ笑いましたし、あのシーンはね。あとね、おやじ絡みだと、主人公の嫁さんと娘さん守るシーンも、あれもめちゃくちゃオフラインですよね。おやじさんがなんで家のね、距離とかね、なんで住所スッと分かったのかっていう問題もありますけど、そこはね、元特殊部隊なんで、そこはもうスッといきますよ。あれもね、オンラインで情報を知って、やってきた相手をオフラインのじいさんが肉弾戦に持ち込むっていう。しかもその後の嫁さんと、する本人確認もめちゃくちゃアナログですよね。パスワードとかじゃなくて本人しか知らないことを言えっていうね、そこもすげえ良くないですか。というか結局オンライン上のパスワードってハッキングよくされてるし全然信用できなくないみたいな、なんでこんなにパスワードをみんな過信してんのみたいなこともね、このシーンは思いましたよね。あとね、終盤もね、オンライン、オフラインの構図がものすごい分かりやすくて、病院で敵を迎え撃つみたいなシーケンスのところも、通信で繋がれることができるのが敵、通信できないのが味方っていうね、その戦いのルールがまさにオンライン VS オフライン的だし、誰とも繋がれなくなっちゃった。オフライン側、主人公の味方チームが一気に弱体化しちゃう感じとか、うまいなーとかね、思いましたよね。そんでね、この映画終始オンライン VS オフラインっていう構図のある映画なだけではなくて、僕はこの映画から、オンラインだけじゃ大切な人は守れないぞっていうことを感じました。電話で指示するだけじゃ家族は守れないですし、電話で大切なことを伝えても誰も信じてくれない。だから大切な人を守るために会いに行くし、自分を信じてほしいから会いに行くんですよ。超便利に思えるオンライン技術の進歩も、超強い人と人とのつながりには勝てないっていうね、そういうアンチテクノロジー的な人情味あふれたメッセージもふんだんに詰まってる映画なんじゃないのかなと感じました。
だからそうやってみると、ただのコメディパートっぽかったエンドクレジットも、こうオンライン VS オフラインっていう視点を持ってみると、父と息子のこうオフライン的なね、関係を築こうとしているときに、テクノロジーの源である電気がなくなってしまうっていうね。そこにもね、このアナログ対デジタルみたいな、デジタルによる人間関係の構築の妨害みたいなメッセージが読み解けないこともないかなと思うし、あの謎のシーンを入れてきた意味も、実はそのオンライン VS オフラインっていう視点から見ると、すごく意味はあると思っています。エンドオブセイズ、アクション娯楽作品としても不満のない本当に素晴らしい出来ですし、オンライン VS オフライン、もうオフラインでなければ大切な人を守れない、ある種のアンチテクノロジー映画にもなってる、なかなか懐の深い映画だったと思います。はい、まあただね、ただのよくあるアクション大作とは一線を画した本当にいい映画だなと僕は感じましたね。はい、ということでここら辺で終わります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。1分映画今日でした。